くなったからさ、あーって感じです。ちょっと聞いてないよっていう感じ。寒い、もう寒いの寒いの聞いてないよって感じ。寒いよ、なんか全然寒くないやみたいな。今年の冬もしかしたらコートいらないんじゃないくらい思ってたらさ私ダウン買ったのにコートいらないんじゃないとか思ってたら、もうもう寒くて寒くて寒く、うるさい、寒い、もうやだどうしてくれるんだこの寒さは。寒いよ。今日もトレーナーを着てったんですけど、トレーナーを着てっても寒かったからもうダメだと思って。でもめっちゃあったかい服が欲しい。なんかもうめっちゃあったかい服が欲しい。めちゃくちゃあったかい服、冬眠したいです。だって今も冬眠したい。なんか前髪が変で気に食わないから、ちょっと前髪だけ直してきます。寒いよ。ただいま。ドライヤーだって、ドライヤードライヤーです。ドライヤーの音うるさかった？ドライヤーの音がうるさいからってまこたんに八つ当たりしちゃダメだよ。みんなダメだよ。ドライヤーに、ドライヤーがうるさいからってまこたんに八つ当たりしちゃダメです。まこたんうるさいって。パジャマかわいいね。だってこれね、去年ファンの方からいただきました。かわいくない？私こういうのさ持ってないから、今年も愛用してます。去年ファンさんからの誕生日プレゼントで、ああ違う違う、クリス昇格祝いからクリスマスプレゼントでもらいました。もうね、もこもこグッズはね何個あっても嬉しいのでね、ありがとうございます。大事に使ってます。なんか寒くて元気が出ません。体調は大丈夫ですか？でも大丈夫です。でもこれさ、ね、これで寝ちゃうとさ、もこもこがなんかさあれになっちゃうからさ、これで寝ないで、これは
なんか生活するときに使うんですよ。例えばさっきゲームしてたのでゲームしてるときとかこうできたりとかするんですけど、お布団に入って寝るときはこれはもう脱ぎます。大事に使いたいから。ゆうちゃんもこもこにやりましたって。あ、思い出した、今日は久々にインスタを投稿しました。もう本当に最近はインスタを投稿できていなくて、なんかバタバタしてたのと、なんかインスタまでなんかちょっと手を出せなくて、やっとやっとインスタに投稿できたので、皆さんインスタを見てください。なので11月はあんまりインスタを多分投稿できなかったのでね、私は12月はインスタをまたね復活させたいと思います。そうそう、なんと今この前さまで、あれ11月よ、あれ11月なのに、この前おいしい氷屋さんっていうね、氷屋さん知ってますかね皆さん、おいしい氷屋っていうあのお店があるんだけど、そのお店がめっちゃくちゃおいしいのよ。もう超超超おいしいお店で、私一番のおすすめするかき氷屋さんなんだけど、このお店でね、そこのお店のかき氷を食べに行ったのこの前11月でまだ食べれたのよ。でももう今は食べれません、寒いよって思って乗せました。もうなんかあんまりさ寒い日乗せたらみんながさもう寒いって言いそうだからさ、寒いって言われる前に乗せました。そうそうそう、でも冬でも営業してたお店だと思うので、多分12月でもやってると思うから、みんなも行ってみてください。めちゃくちゃ美味しいよ、めちゃくちゃ美味しい。であれ若菜と一緒に行ったので、そう若菜と一緒に行ったから、若菜がフィルムカメラのアプリを持っててくれてて、そうで、それでなんか最近ねフィルムカメラっていうのが流行ってるのね、それのフィルムカメラでなんかいい感じに撮ってもらったので、普段はなんか結構ユーライクっていうなんかモフモフした自撮りアプリを使うんですけど、なんか久々にねなんかおしゃれ投稿みたいな感じの投稿にしちゃいました。じゃーん、すごくない、フィルムカメラで撮れるねアプリがあるんですよ最近は。私は持ってなんだっけ、ダズカメラみたいな名前だった気がする。なんかさフィルムカメラって実際買ったらめちゃくちゃ高いらしいんですよ。そう、私は持ってないけど実際買ったら結構、でも最近流行ってるじゃんフィルムカメラ自体が。そうだけど高いらしいんだけど、でもそのカメアプリで使うとめちゃくちゃなんかフィルムカメラっぽく撮れるやつらしくって、そうでそれを若菜が持ってたから借り若菜に撮ってもらって、そう一緒に食べました。高いんだってあれ買うと、カメラ自体をね。だけどそれをさスマホでできちゃうってなったらさ、私は今はスマホでいいなと思っちゃうタイプなので、なんかめちゃくちゃ凝りたいなと思う方だったら多分そこでフィルムカメラを買うと思うんですけど、私はねそんなにあれなのでね。確かに、でも現像とかでさこうどんな写真なのかなっていうのを楽しみにしながら待つ時間っていうのは確かに考えてみたらいいんだなと思うけど、まあ、なんかそこまでだなと思うので今はアプリに頼っちゃうけど、雰囲気がありましたね。だってそうなので皆さんまた12月はねインスタを頑張るマウスにしたいと思うので見てください。頑張るマウス、なんかこう私が乗せたいさ時間がさ12時45分くらい乗せたくて、そうその時間だと公演とかが11月多くて、そう
そうすると乗せられないんですよね。なんかどうしてもその時間乗せたくて。マウスだって、マウス、マウスじゃなくて、12月はまたインスタを頑張るマウスです。マウス頑張るマウスだって、頑張るマウスにしたいと思います。寒いよ。でも明日は久々のお休みなので何しようかな、何しようかなと考え途中でございます。みんなも何するの？でも来週劇場公演がいっぱいあったスケジュールだった気がするので、今週の土日はいっぱい休もうかな。サットン、アイラブユー、リナも、ミーマンもありがとう、フランもありがとう、ぴょん、クジラッキーもありがとう、ファング、ああ今日も来てくれたの、ありがとう、ファング、ありがとう、サットンもありがとう、ヤスさんもありがとう、ビーバーもありがとう。やっさん、ストーブありがとう。てっちゃんもかわいい、ありがとうございます。ガオもかわいい、ありがとう。てっちゃんがサッカーをくれました、ありがとう。部屋がめちゃ寒いだって、寒いの。でもリナのお家はまだそんなに寒くないから、実は暖房を入れていなくて。みんなの家は暖房入れてますか？リナの家は暖房入れてないんだよね。暖房はね、あんまり入れないかも。床は寒いけど、だからモコモコソックスを履いてるけど、部屋自体は寒くないけど、あのお風呂上がり寒くない？お風呂上がりがすごい寒いの。お風呂上がりさ、あの体に水滴がついててさ、それでね、水滴がね蒸発されてね、寒いんだって。金曜のパジャドラに、パジャドラに当たってるようだって。やった、結婚して。マロンは寒さ対策できていますか？だって、寒さ対策、うーん、服を着せてます。暖房入れていますだって。暖房はね、まだ私の部屋入れてない。このモコモコの上着を着て、モコモコソックスを履いたらめちゃくちゃいい感じ、ぬくぬくって感じ。そうね、何があれだって言うと、リナのあの部屋はここでいつもショールームをしてて、そしたらここにね、目の前に暖房があるんですよ、暖房のエアコンが。そしたら直射暖房になってすごく嫌な気持ちになるの。だからショールームをする場所移動すればいいんですけど、ここがいくて、もうね、ここでね、ベッドでわーってなる感じが好きだからね、あれなんですけど。あー、今日はいっぱい寝たのに、948日ありがとうございます。早いね、もう948日だって。さっきさ、インスタを見たらさ、キュウリがさ1000日を迎えましたって言ってて、あーと思って、リノにも早いんだと思ってびっくりしちゃった。
でもリノの948日は結構まだまだらしいので、2月だっけって昨日言ってた気がする。あー、ありがとう、みんながあったかグッズをいっぱいくれます。シチュー結婚して、佐藤もありがとう、フラもありがとう。寒いよー。クーも花火じゃなくて火花ありがとうございます。クジラキーありがとう、ビーバーも火花ありがとう、ファングファングファング覚えたよ、ありがとう。サッカー、あー、そういえばサッカーすごかったね昨日、今日の朝方、葵ちゃんありがとう。今日目の色薄いねだって。今日はね、お家にあったからいらないカラコンをつけてたんです。だからちょっと薄めかもしれない。かわいい。寒いから今は家猫が膝の上で寝ています。だってまこたんはどこですか。まこたんがいません。アイス食べたい。アイスが食べたいな。アイスアイス、はい、なんかさ、スーパーカップのさインスタをまた見てたらさ、インスタでね、スーパーカップのね、スーパーカップのとことんショコラ調べてみて、スーパーカップのとことんショコラがあってめっちゃくちゃ美味しそうなの。それが食べてみたすぎて、そうで、あの絶対ゲットしたいなと思ってるんだ。11月29日発売だから多分もう発売されてるはずなのに、私まだ出て出会えてません。あ、セブンイレブンにあるの。セブンにあるやつやんだって。セブンイレブンにあるやつらしい、とことんショコラ、スーパーカップのとことんショコラっていう、今限定かな、限定のやつなんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなの。なんかね、もう一種類あってね、もう一種類はね、まんま、あとはスタバの新作も飲みたいし、あとはなんかポンデリングのチョコが出たらしいし、なんだっけ、あともう一個めちゃくちゃ美味しそうだったんだよね。近いうちに雪見大福のストロベリーも発売されるよ。だってそれハートの形らしいよね。要チェックや、要チェックや。そうな、でもさ、なんだかんださ、冬に食べるさアイスって美味しくない？どう？そんなに？そんなに？となんかアイスがいっぱい出るらしいよ。グラコロが食べたいです。だってリノね、この前、昨日の撮影だ、昨日の撮影が劇場であって、その時に夜からご飯を実は抜いていて、もうお腹が空きすぎて、もうなんかもう本当にお腹空きすぎるともう口が利けなくなるんですよ。でなんかもう本当になんか本当にお腹が空いてて
回まあ撮影があって、それまで頑張ったんですけど、それからまた待ち時間があって撮影ですっていうスケジュールだったんですよ。長くて、でもう我慢ができなくて、もうやばいですリノ、もうめちゃくちゃお腹が空きましたって言って、なんとマックを買ってもらいましたそしたらもうめっちゃ元気が出てしまって、そうでマックを買ってもらって、何を買ってもらったかっていうと、私はサムライマックが好きなのでサムライマックを買いました。めっちゃ食べるやんって話なんですけど、めちゃくちゃ食べてしまった。知ってます、でもグラコロにするかめちゃくちゃ迷って、でもサムライマックが好きだからサムライマックを食べました。したらもうめっちゃ元気になっちゃって、にポテトをつけてウーロン茶を食べました。そう、顕微茶だ。なのでグラコロにしませんでした。サムライマックのどっちだって、私マジで本当に元気が出て、もうね、今もうほんとずっとこんな感じ、もうお腹が空きましたって感じでね、でマックが食べたいですって言ってマックを買ってきてもらって、ダブル肉厚ビーフセット、炙り醤油が好きです。リノはもう一個あるよね、トマトが入ってる方も、あれは食べたことないけど、めちゃくちゃ美味しいけど、めちゃくちゃお腹いっぱいになる、マジででも美味しかった。サムライマック食べる配信しようだって、いいよ。でも今週2個目はやばいと思うので、また2週間後12月中にできたらしましょう12月中にもできたらもう1個食べたら、そんないい月はないですね。サムライマック本当に美味しい、今月は、今週はしないけどマジで美味しい、でもめちゃくちゃ美味しい、あのねソースにねポテトをつけてもめちゃくちゃ美味しいんですよ。ダメ、食べたくなってしまう。でも本当に元気になって、空腹だったからこそなおさらみたいな感じでめちゃくちゃ元気になりました。マジで美味しい、私も大好きだって。でしょ、もうリノと一緒の舌ですね。マックは絶対バニラシェイクを頼みますだって。わかる、わかるんですけど、最近はそう、ケンビちゃんにしてます。もこもこかわいいだって、かわいいでしょ。これはね、去年ねファンさんにいただきました。私ね、ジェラピケを自分で買ったことないんですけど、ファンさんによくいただくので嬉しくて、ありがとうございます。ジェラピケです。女の子にとってジェラピケは憧れていっぱいです。この間 LL セットにしましただって、すごい。私まだ LL セット頼んだことないな。でもそういうクーポンがあったよね確か、見たもん。それかダブルチーズバーガーかハッピーセットのチーズバーガーを頼みます。髪の毛綺麗だって、綺麗でしょ。私めちゃくちゃ髪の毛量が多いので、メイクさんに毛量お化けって言われてます。マジで毛量多い。ファンさん、ファンさんです。ファンさん、たまに言っちゃうかも。ファンさん、ファンさん、ファンさんファンさん、めっちゃ言ってしまう、なんでだろう。ファンちゃん、ファンくん、ファンさんだな、ファンさん。私もジェラピケのパジャマに憧れましたってね、嬉しいの。ジェラピケのパジャマ何個あっても嬉しい。あ、今ねジェラピケでねトイプードルがあるんです。そうと、今まこたんがジェラピケにこの前、あの パルコかな、ジェラピケは1階だから歩いてたらトイプードルのジェラピケがあって、えーって思いました。なんでーって、まこたんがいっぱい指さされてて、
欲しくなった。可愛いのよまこたんがね、いっぱいで、なんか長いねロングワンピースみたいなやつも可愛くてね、わあ可愛いと思いました。とうとうジャラピケにはまこたんがイメージキャラクターになったかとか思って、びっくりびっくり。先ほど福岡にいた時に市役所の近くのフルフルさんが閉店したことを知りました。だってそうよ、そうなのよ、そうなのよ、そう、まこたん、まこたんじゃないよ、間違えた違う、まこたんじゃなくて、フルフルは昔その市役所のところにあったんですよ。でもなくなってしまって、結局最近やっと博多のキャラルシティのところらへんにできました。そう、そっちの方がでも大きい。ビーバー雪ありがとう、ヤスプッチンありがとうございます、アイレパパもありがとう、キュン、カツトワさんありがとう、はじめまして、アオイちゃんもありがとう、ビーバーアイスありがとう、てちゃんもハートありがとう、サトン、焚き火、じゅんちゃんもありがとう、もぐもぐパクパクかわいい、だってかわいい、リノありがとう、フランもありがとう、シャキーン、フルフル行きたーい。11月ね、フルフルに行けずに終わっちゃったんですよ。だから12月はフルフルに絶対に行って年を越します。私は誓います。そう、絶対フルフル食べて年を越す、もう絶対食べたい、早く食べたい。でも12月とかすぐ終わっちゃいそうだ。すごい、ポータマのお店が東京駅の近くにできています。だって関東民の皆さん嬉しいお知らせです。ポータマって私が好きなポーク卵おにぎりっていうお店があって、スパムおむすび屋さんがすごく美味しいんですけど、そこのおにぎり屋さんが東京駅の近くにできています。だってポータマが東京にだと、ポータマも食べたいな。8月にできたの？もできるみたいですよ。だってキャー、そうなの？超近いやん。どこ？それミッドタウンですか？前髪切ったの？そう、前髪切ったの変？今日学校の子にも前髪切ったねって言われた。うわ、ポータマ食べたい。ポータマが TNC にできる？ちょっと待って、びっくりすぎるんですけど、TNC のところってめちゃくちゃいっぱいあるんだよね。マックもあるし、なんかラーメン屋さんとかもあるんですよ。
だしこういうのすぐ調べちゃう。どこにできるのとかめっちゃ気になんない？自分が好きな、2023年1月にオープンできるだって。でもさ、劇場からちょっと遠いですよね、あそこ。結構私よく HKTV の時にあの TNC のところお世話になりました。タリーズだっけもあるし、いろいろあるんですよあそこ、美味しいお店が。マックとかもよく行きましたね。TNC を大阪の人に教えて、だって。あの放送局です。そう、放送局、テレビのあの福岡タワーのところらへんにあります。オープニングスタッフ募集してるよ、だって。誰かあの方オープニングスタッフだって。すごい、今さツイッターで検索かけたらさ一件だけ出てきた。ポータマのポーはひらがななのかな。すごー、 TNC 放送会館までは劇場から10分以上かかりますだって。結構遠いよね。あそこら辺に駅が欲しくない？福岡タワー前とマークイズドーム、ドーム入り口とかさ、あのさ、なんかそこら辺の駅が欲しいよね。めちゃくちゃもうできないのかな。劇場から歩くのはあれですけど、なんかチャリンコとか使ってもらって。でも嬉しいね。アルバイトしてたりのちゃん買いに行くなんて行くかもしんないよ。でもそれで言うと東神町だっけ、東神町だっけ、東神町とかなんかそこら辺の駅ら辺に欲しい。大濠公園とかに欲しかったな。したら大濠公園とかにさ、あんま行かないけど散歩とか行った時にさ買いたいとか思ったりするかもしれない。めちゃめちゃわがままわがまま。お散歩とかした時にまこたんのお散歩にさ1回だけ行った。1回だけだって。あのあれですけど、そうそうね、アクセスはちょっとめんどくさいんですよね。でもバスがあるだって。私あんまりバス乗んなくて。そう、ねえ、でもめちゃくちゃ美味しいんですよ、そこの大玉。大玉食べたい。福岡の美味しいご飯屋さんがいっぱいあるからさ、めちゃくちゃ美味しくなっちゃう。福岡タワー周辺は昔博覧会をしたから発展したみたいだね、だって。あ、そうなんだ。発展です。発展です。あとなんか美味しいお店あるかな。あとちょっとで受験が終わるだって。のちゃんに会いに行けるだって。頑張ってー、ズンズン頑張ってー。今度いた時朝ごはんはポータマにしようだって。そう、ポータマにして。なんか朝ごはんにちょうどいいと思います。結構なんかいっぱいになる。めっちゃ大食いのか、大食いっていうかお腹がいっぱいだーっていう人だったら、お腹が大
すごいお腹が何お腹めちゃくちゃ食べたいですって人だったら2個は食べれると思うんですけど、普通のお腹の普通でお腹の方っていうかなんて言えばいいの、なんか1個でお腹いっぱいになる4。もう22分なのでそろそろ終わりにしようかな、にのちゃんは終わりにしようかな、コンサートの時フルフルとポータも一括してきましただって。もうさすがです、偉いです、美味しいよね、シューしないのだってしよう、長いか何の写真が欲しいですか、最近髪を薄めたいよバカな夢、何の写真が欲しい、最近のりのな、あこの写真が欲しいですみたいな写真ありますか、それとともに送ってあげようじゃないか、バスロマン姉妹だって、なんかあるかな、恥ずかしいんですけど、あじゃあいいこと思いついた、みんなが載せてほしい写真をいっぱい送ってこう、で最後にお休みメール送ろうっていうのを15分くらいまでしていく、いくない、みんなが今の最近の写真で見たいやつとか、こんな写真っていうのを、じゃあまずはバスロマン姉妹だっていいよ、あるかな、タイトル何にしようかな、タイトル「にのちゃんの写真館」にしよう、にのちゃんの未公開写真館1、文は短めに送りますね、で15分までいっぱい送ります、なかなかコンサートの振り返りするにはさ曲数が多すぎてさもうあれなのでね、いっぱいみんなが今見たいと思う写真をいっぱい送ってください、でもさ本当にさこのあとウザの早替えがさあってさ、めちゃくちゃ写真がないんだよね、
はい、なので今リノリノリに未公開写真が見たい人はリノリノリに入ってください。今どんどん送ってますよ。今1通目。バカな夢、会いたくて嫌になる。みのちゃんの未公開写真館。みのちゃんの未公開写真館ってタイトルだったよね。まあいっか。なんだ次は、会いたくて嫌になるリコちゃんとのツーショットを撮りましたから、撮ってません、ごめん。ボードに使える尻尾のめっちゃ可愛い写真だって。それは自撮りがいいですか。博多駅前のイルミネーションの写真だって。あ、それね、めっちゃ可愛い写真いっぱいあって、この前インスタ載せよう、今度インスタ載せようと思ってたから待っててほしい。イルミネーションの写真でしょ、博多駅。うわー迷うけどこれにしよう。眩しそうな表情のやつだって。眩しそう？何それ、眩しそうってなんだろう。眩しそうでしょ、なんかあるかな、なんかあるかな。眩しい顔？私眩しい顔してたかな。まあいいか。わあすごいいっぱい来てる。会いたくて嫌になるの黒いシャツの黒いやつの写真が欲しいです。だって会いたくて。でもさ、こうでもしないとさ、本当に写真をさ、あのもうただ撮ってるだけで送らないものが多くて、生写とかもいっぱいあってかわいそうよ。いつもね忘れちゃうの。すぐ会いたくて嫌になるでしょ、会いたくて。だからたまにみんな言ってください、りのちゃん未公開写真館のメールの企画やろうって言ってください。そしたら、あ、そうだそうだって、りのちゃんになるから。しかも今日朝体調が悪くて写真が画像が送られなかったからね。あと何があるかな。すごいみんないっぱい送ってくれてる。なあ、なんだっけ、尻尾ね。いろいろ来すぎて分かんないけど、尻尾。最近私尻尾いつなったっけ、私いつ尻尾なったっけ。私に最近いつ尻尾が生えた。
でも最近だと古川さんが撮ってくれた尻尾が一番好きだったかな。古川さんが撮ってくれた尻尾の写真も結構一番好きだったかもしれない。自撮りにします。最近たどりで尻尾の写真撮ってないかも。燃えてく秘密風に吹かれどこへ行くの恋。あと3分ですよ。いたずらな天使の尻尾。そうメールはね写真がね1枚しか送れないんですよ。一生可愛すぎてだって。月が溢れましたってありがとう。めっちゃアップの写真だって。でもそれこの前送っちゃった気がする。りのりのにもうなんか番号が分かんなくなってきちゃった。まあ6くらいでいいか。適当。憧れの太陽が眩しすぎる。だからそんな好きじゃないふりしてつけないな。けない大道しちゃうの。遠くから眺めてる私だけの片思い。ロッキットの写真ありますから。って6期生のちゃんの6期生最近写真撮ってないかもな。6期生本当に撮ってないかも。6期生あ渋井ちゃんと昔の公演の時写真撮ったから、その時の写真に行く。こんな感じで7個くらいいっぱい送りました。あとはじゃあ最後にリノがお休みメールを送るのでそれで終わりにしましょう。よし、じゃあ最後はみんなでシューって言いましょう。おやすみメールを送ります。いきまーす。せーの、シュー。おー怒涛にいっぱい送りましたね。シュー、多分絶対大量に届きます。1,2,3,4,5,6,7,8,8通届きます。おおお、ちゃんとしかも番号が合っている。天才だな。30分、そうね、30分、いや30分はかないと思います。多分35分くらいには届いてると思います。うん、35分くらいに多分ドロ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 ピッ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 と届いていくと思います。楽しみにしてて。いつもメール読んでくれてありがとうございます。はい、いろんな写真送ったのでまたしましょうね。え、番号通りに届くかな。でもこの写真が見たいですとかあったらさ、あのみんなもぜひあのリノリノリにツイッターのさ返事のところにしてたら、ああそうだそうだって今も多分すると思うので皆さん見てください。では今日はそろそろ終わりにしたいと思います。かんさんありがとう、ともきくんありがとう、もんあおいちゃんありがとう、ともちゃんもありがとう、なるちゃんありがとう、
首長もありがとう、高陽寺ありがとう。はい、では終わりにしたいと思います。13位がもぐもぐパクパク、ありがとうございます。12位がガオ、ありがとうございます。11位がフラン、ありがとうございます。10位がアイリューパパ、ありがとうございます。9位がクジラッキー、ありがとうございます。8位がアオイちゃん、ありがとうございます。7位がビーバー、ありがとうございます。6位がサットン、ありがとうございます。メガネ。5位がヤスさん、ありがとうございます。4位がファングさん、ありがとうございます。3位がトモキくん、ありがとうございます。2位がトマ、エムマツさん、めっちゃ久しぶりランキング、ありがとうございます。1位がアズモノてっちゃんでした。てっちゃん、ありがとうございました。リノリノリ読んでね、いっぱい寝てね、ありがとうございました。平日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。いっぱい寝てください。また明日ね。はあ、おやすみ。バイバーイ。おやすみなさーい。